どうもこんにちは。お日様止めの管理人です。今回は、しれっとインスタを凍結させられた数字を見逃さなかった。お日様を見ていこう。数字のインスタ凍ってるやん。本当だ、数字の赤消えてる。数字見れなくなってるね。何らかの理由でアカウントが凍結させられたようだ。マナモさんインスタ以来、2件目発生か？数字マナモさんに続き凍結された。数ヶ月前にもマナモさんのインスタアカウントが凍結させられるという事件があった。数字そんな話されたんかとか。どこにでも下世話な人はいるものだ。インスタ赤番祭り開催中みたいで巻き込まれたか。今インスタ世界的に5番祭りっぽいね。バッチついてないと凍結されやすいとかあるんやろか。インスタの仕組みわからん。おじさんにはついていけない話だ。ステルスを比較のためだけにアカウントを作ったのに、速攻で友達にバレてしぶしぶフォローした管理人が通りますよ。トシキョンのインスタフォロワー数も6000人くらい減ってる。なんだこや。トシキョンだけじゃなくてみんな数千人単位で減ってるのか。しかみはなんで公式マークつけるノウハウがないんだ。個人じゃなくて会社持ちのアカウントとして運営してる場合、本人確認書類を登録させるかどうかっていう問題はあるね。申請してないだけなんじゃないかな。ツイッターなら金払えば認証マークもらえるのに。ツイッターの闇を聞いてしまったようだ。何も知らずにお休みんゴリラしてたら数字不憫やな。インスタでも負けるのか。これはまさに富田ですね。おい富田鈴鹿、ドライバーズスタートユアエンジンズ、トイッターとインスタ凍結されること、死んでもやめんじゃねえぞ。数字のインスタ元に戻ってるね。よかったよかった。めでたしめでたしだ。ということで今回は以上だ。解説1ヶ月経たずに赤番はさすがは数字だな。今後も動画を定期的にアップするのでチャンネル登録してくれたら嬉しいぜ。ではまた。